この日対戦したのは最下位の FC 岐阜。何としても勝ち点3を取りたいところです。激しい雨の中、ホームのポカリスエットスタジアムには2332人のサポーターが詰めかけ、選手たちに熱い声援を送りました。降り続く雨の中、難しいピッチ状態にさらされながらも先制したのは徳島ヴォルティス。前半終了間際にエスンジンからのロングボールを柿谷が右足でシュート。ヴォルティスが先制し、1対0のまま前半を折り返します。後半に入っても徳島ペースは変わりません。開始早々、津田がゴール前で倒され PK のチャンス。これを落ち着いて決め、2対0とします。続いて後半14分には江藤からのフリーキックに西島。さらに後半19分にはまたしても柿谷。ヴォルティスが4対0と大きくリードします。後半31分には岐阜に失点を許しますが、終わってみれば4対1と徳島ヴォルティスが岐阜を下しました。本当に J1 昇格ということを成し遂げるために、徳島の関係者全員でチーム一丸となって J1 昇格を目指そうと思っているので、まあ雨の日でもまた応援しに来てください。成績は通算13勝6分け6敗とし、順位は3位となっています。